ただいたアズオタ紹介していこうと思います。嬉しい。今回は2通以上読むぞ。アズラジネームおしょうさんです。ありがとう。 あ、おしょうまるさんです。ありがとう。ありがとうございます。おしょうさん、うん、か、あ、多分違うと思うよ。そうなの、ね、うん、本物じゃないと思う。かくまさんです。偽物か。かくまさん、ゲストの黒沢さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さて、黒沢さん演じるサウスダコタといえば、うん、ダメージを身代わりしてくれる優秀なスキルを持っていますが、うん、黒沢さんは最近、誰かを人助けしたりしましたか？人助け？もしくは、まあ、助けられたとか、そんな、ちょっと大変な場面に陥ることもね、日頃生きてて、あるの？いや、なんか、うん、人助けじゃないですけど、うん、今ちょうど私大学4年生で、周りの友達がみんな就活中なんですよ。うんうん、あ、そっか。で、そう、すごい一生懸命頑張ってて、うん、面接行って、うん、で、ちょっと時間空いてまた面接行ってみたいなのしてたから、うん、友達にお弁当作りました。何それ、何作ったの？ちっちゃいお弁当なんですけど、うん、おにぎり2つと、あと唐揚げと、うん、あと、だし巻き卵と、みたいな。あと、なんだろう、お豆サラダみたいなの作って、入れて、あの、駅のホームとか、あと公園のベンチで潰すことが多いって言ってたから、あの、大学でよく一緒に授業受けてる女友達二人に、あげました、お弁当。泣いて喜んだでしょ。いや、なんか、今日カフェ入ろうと思ってたのに入れなくなっちゃったって言われて。そうだよ。なるよ、ないもんね。いや、それ言える関係なのがいいね。いいから。ちょっとツンデレなのかもしれないね。でもなんか食べ終わったお弁当箱の写真送ってくれたから、うんうん、嬉しかったなと思って。それで私も幸せになったし、うん、なんか幸せだったなって思います。うん、あ、学生さんでね、今こうやってお母さんに作ってもらってる人は、それ嬉しいと思う。嬉しい。多分ね、うん、空になったお弁当箱の写真ほど嬉しいものはないです ね、うん、美味しかったとかいらないから食べたよっていう報告だけでもね。やってあげてください。すごいね、お弁当作ってあげるのね。うん。